J リーグ昇格を目指して最終目標が J3 なんで、昨日の自分よりも今日の自分よりも明日最終的に大きな炎で追われる。さあ今週も始まりましたキックオフコーチ、このコーナーはサッカーをコーチの新たなお祭りにをコンセプトに県内のサッカー情報をお届けしてまいります。いやしかし快進撃が止まりません。コーチユナイテッド SC カツオだけに大量勝利でございます。開幕7連勝、会場はまさにお祭り騒ぎでした。それでは VTR キックオフ。絶対勝つぞ。おー、最近コーチユナイテッド SC がすごいらしい。めちゃくちゃ勝っているらしい。そんな噂のコーチユナイテッドを一目見ようと、今シーズン最多の1782人の観客が集まりました。開幕からずっと来てます。もう連勝がすごいもんやきね、休めるようになった。みんなで聞いて、みんなでこの鳴子からいろいろ習えてね、応援してね、はい、どんな試合期待してますか？そりゃ勝たねえかな。ユナイテッド勝つぞ。まあこれからも首位で独走してほしいと思っています。頑張れユナイテッド、頑張れ。7連勝をかけた大一番、対戦相手は昨シーズンの JFL 王者ホンダ FC です。序盤からいきなり相手に攻め込まれるユナイテッド。先制点を許すのは今シーズン初ですが、高知ユナイテッドは点を取られても取り返すアグレッシブなサッカーを見せます。前半29分、コーナーキックのチャンスをつかむと、高野からのボールに9番新谷が頭で合わせ同点に追いつきます。会場はお祭り騒ぎ。さらに前半36分には8番高野が抜け出し、左サイドにいた7番樋口の左足、2対1で前半を折り返します。後半試合終了間際まで本田 FC がゴールに迫りますが、守備陣が躍動。守護神大杉はファインセーブ。このまま試合終了のホイッスル。1782人のサポーターの前で逆転勝利しました。開幕からの連勝記録を7に伸ばし、勝ち点21でリーグ首位を独走中。勝利するごとに期待は増していきますが、 J リーグ入りにはリーグ2位以内、そしてホームゲームでの平均入場者数2000人などの条件があります。サポーターの声援も J リーグ入りへの大きな後押しとなるのです。8連勝ですね。次はね、8連勝したらあの J が見えてくるかもしれませんけど、お客さんもっと集まらないと上がれないので、そこら辺を頑張ってほしいですね、見る方が、はい、あ、初めてだったんですけど、すごく楽しかったです。おばあちゃんがよく最近ハマってるって聞いたので来ようかな。元ママサッカーやってました。ハマりましたのでたびたび来たいと思います。ただいまより記者会見を行いたいと思います。まずは監督の吉本から行います。では吉本監督、一言お願いします。お疲れ様でした。以上です。一言と言われたんで、はい、勝つことによって見に来てくれる方々が本当に増えるんだなと。それは本当に選手に対して非常に大きな勇気を与えてくれますし、雰囲気作っていただいたなと思ってます。我々がピッチ上でワクワクドキドキキュンキュンするようなプレーをすることで、たくさんの方々に来てもらえるのかなと思っているので、このまま突っ走っていけれたなと思いますし、それを本当県民の方々と最後嬉し泣きというか、ピッチ上で皆さんと一緒に分かち合いたいなと思ってます。
いやもうあの当たり前のことかもしれないんですけれども会場にいる方全員が超笑顔なんですよね。これってもう本当にもうお祭りじゃないかなとそんな風に感じておりました。それでは JFL の順位表ご覧いただきましょう。どうぞ。高知ユナイテッド SC が驚異の勝ち点21、もちろん単独首位でございます。2位との、ね、勝ち点差が7と大きく差を広げております。いや VTR にもありましたけれども J リーグ入りにはホームゲームの平均入場者数が2000人を上回ると、でこれが必要なんですよね。残り10試合であとね25,566人、みんなでね応援して J リーグ行きましょうよ、ね、2000人以上来てくれんと J に入れんがです。よろしくお願いいたします。さあということでね、もう試合会場に足を運べば選手たちが必ずワクワクドキドキキュンキュンする試合を見せてくれるはずなので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。8連勝をかけた戦いは明日大分県で行われます。ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。それでは来週もキックオフコーチング。